デメ裏に聞きたい。模型パドック YouTube チャンネルメンバーシップ開始しました。メンバーになるとオリジナルのバッジの表示や絵文字がコメントやチャットで使えるようになります。メンバーシップレベルは月額の異なる3種類をご用意。その他の特典も随時増やしていきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします。はい、デメ裏に聞きたいコーナーということで、今日もビシッバシッと熱く語っていきたいと思います。専門家のデメさん、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで8月27日はパドック夏祭り限定ラーメンございます。夏休みの子供たちをざまういろ、もうすぐ夏休みが終わるぞっていう気持ち。いや、子供たちだけじゃなくてね、大人の皆さんもぜひ来ていただいて、ちょっと夏祭りの雰囲気をね、楽しんでいただければなと思っておりますけれども、整理券が配られるってことで、僕は休みをネタの人だからね、じゃあしょうしょうがないですよね。お仕事です。皆さんね、ぜひちょっと夏休み最後のね時期に、8月の終わりに、パドックまで遊びに来ていただければと思っておりますが、一応朝9時ぐらいに多分並べば整理券うまくもらえるんじゃないのかな。ラーメンのね、お店入るのは別に全然自由ですからね。1日入場料取ってやるぞ、ね、入場料かからないですからね、お店ね。何日休んだって言って10日以上休んだやつはもう入れねえ。他にも名物ね、落としそうめんなんかも上から落としてやるからな、ぜひね、皆さんちょっとその辺も楽しんでいただいて、最近ね、どうしてもコロナ禍でなかなかそういうイベントができなかったですから。そうですね、3年ぶりですもんね、僕らも。どこもかしこもね、花火大会とかもね、4年ぶり3年ぶりってやってますから。今年もまた1回も行けてないです、ぜひね、お祭りの雰囲気をね楽しみながら、ちょっとお店でお買い物なんかもしていただければと思っております。よろしくお願いいたします。はい、でそしてデメ裏に聞きたいコーナー、このコーナーも今ご質問のね返答期間が1ヶ月ぐらいとね、かなり短くなっております。なのでこの機会にぜひ、お悩みご質問ありましたら、じゃんじゃんバリバリと送っていただければなと思っております。はい、ということで、今回もご質問やっていきますか。はい、YouTube 動画2023年8月頃入荷予定、レッドウルフエアソフト BAD556SBR アスターイリデン動画の動画にコメントいただいた、コメントでございます。V 山野さんからのコメント、はい、ありがとうございます。せっかく読んだんだけどね、動画と関係ないので申し訳ないんですがこの度10万ちょっとのお買い物を模型パドックさんでさせていただいたものです。ありがとうございます。疑問に思ったことがあったんですが、アンブレーカブルカスタムとスーパーアンブレーカブルカスタムの違いが説明されている動画がありませんでしょうか。まあどうせやるならスーパーアンブレーカブルカスタムで注文したんですがね。はい、違いですよね、はい、名前が違います。わー、なるほど、もうね、なんか4文字と2文字ですよね。なんか贅沢じゃないですか、略すとね、UB と SPUB、なんかすごいじゃないですか。スペシャルなのかスーパーなのか分かんないけど、ありますよね、そこをねちゃんとこう文字が多ければ高級感があるというような、はい、そんな理由じゃなくて、アンブレーカブルっていうのは、コンセプトとしてはライトチューンで最低限のことをやりましょう、最低限耐久性を維持できるところをやりましょうというコンセプトで作っているので、はい、余計なものを入れない超熟療法なんですよ、パンドでね、はい、よく CM で余計な味がしないみたいな、余計なものを入れてないんです。だからその肝になる重要になる部分しかやりませんよというのがアンブレーカブルカスタムのメインなんですね。その肝になるパーツしか交換しませんと。じゃあ、それだけではちょっと満足が難しい場合はどこですかって言った場合が、スーパーアンブレーカブルっていうメニューを作らせていただいてるんですけども、うん、これは僕らが、いやちょっと気になるんだよここ、最低限じゃないにしろ変えられるんだったら変えた方がいいよねっていうような部分を作るのがスーパーアンブレーカブルなんですよ。コストが上がってしまうじゃないかって言って、はい、そしたらライトチューン でそこって大きく関係あるのって言ったら、そこまで大きくは関係ないけど、後々やっぱり不安で言ってきたらこういうところもダメになってくるんじゃないのっていうのを補おうという意味でスーパーアンブレーカブルを作ってます、はい、だから極端な性能をバーンって上げるためじゃなくて、
トータルバランスを整えるためによりバランス感覚をしっかりと整えるためにスーパーアンブレイカブルをご用意させてもらってて、まあ要点だけ押さえときゃアンブレでいいよって言ったらそのアンブレで変えたパーツは壊れないんですけど他のパーツがダメージくる可能性があります、ね、シリンダーとかの摩耗があったとか、 なんか削れてるよねとかノズルがうまくこう動いてなかったとかってそういうのが起きる可能性がゼロじゃないよねという、まあそれこそピストン一つのピストンヘッドでもそうですし時空系に一つにとってもそういうところも、コントロールさせてもらうのがスーパーアンブレイカブルという内容になっているので、1個グレード上げさせてもらってます、うん、どうですかね、大きな差で考えるとアンブレで十分だよってよく言うんですけど、長く大事に使ってなるべく不安を減らしたいんだっていう場合はもちろんスーパーアンブレカブルの方が存在意義としては、必要なものじゃないのかなと僕は考えております、うん、ですから、どうせやるならスーパーアンブレカブルって考えはすごくいいと思います。どっちか選べって言われて予算に余裕があるんだったら SP アンブレの方が文字が4文字にもなってますから2文字も増えてる、それはもう2文字スーパーっていうスペシャルなのかもしれない。これだけでも違いますよ。そのためにお金出したわけじゃなくてそれプラスアルファのカスタムパーツにお金を出していただいてるんですけど、実際のところはそういう、考え方で SP アンブレっていうのは未だにあるようにしてます。アンブレで十分じゃんっていうところとプラスアルファちょっとグレードの1個上のランクにして予算に余裕があるんだとここもやっておきましょうっていう感じのセットアップを組ませていただいております、うんうん、まあね皆さん、カスタムの内容ですかなかなかパドックのは見づらいとわからないっていう時がね、うん、結構多いんで俺も結構うちのメニュー作る時に立てんのも見てるんですよ。立てんさんのも見て、どうやって書いてるのかなとかって、で多分ホームページの構成だと思うんですよ。単純にその文言じゃなくてオプション系になってるのが最近すげえ多いんですよ、だからそれで買いづらかったり分かりづらかったりするのかなと思ってて、だからもう全部カスタムオンリーにしちゃおうかなって、ノーマルを買わせないっていう、そこですかね。そうすればもう余計にこうお金を払ってもらってね、カスタムしたものを、まあ、いやそういうことじゃないと思うんですよ。あ、そういうことじゃない、ただただホームページの構成の問題だと思うんですよ。じゃあもう全部ハイスペックのも全部一律10万円ってやっとけば、はい、儲けが上がるものから儲けがないものまで出てくる。まあでも分かりやすく書くっていうのはなかなかちょっとホームページのその構成上ね難しい時もあるわけですよ。今社長一生懸命カスタムのやつをウェブ担当の人と連絡してて携帯の方にすごい力入れてますね、はいはい、今スマートフォンの方が買いやすいみたいですよ今カスタムとか。アクセスを考えるとそうなのかもしれないですね。 PC の方がやっぱ見づらいとか買いづらいっていう人がお声はいただいてるんで、徐々にまずスマホから第一弾やってってスマホタブレットの対応がメインにしたら次は PC なのかなっていう形だと思うので、まあ匠の内容も出たりするから一瞬はまたカスタムメニューされなきゃいけないんで、ちょっとね買いづらい中難しければ本当お電話1本いただいて口頭でも買えますので、まあね、ど違いなんですかとかどっちがおすすめですかっていうのはね お問い合わせいただければ、はい、しっかりその銃に合わせて これがいいですよとかもうプラスこっちの方がいいですけど、まあ、これでも十分ですよっていう話もね多分できると思いますんで、ご予算がじゃあいくらでっていうとかね、そういうのはまあお気軽にねまずご相談いただければなと思っております。はい、ということで参考にしていただければと思います。ありがとうございます。デメ裏に聞きたいコーナートークテーマ募集中です。デメちゃん、裏方さんに聞いてみたい話、語ってほしい話、エアガン、サバゲー、カスタム、装備品、その他の悩み、尋問、何でも OK。 デメ裏が動画にてザックバランに答えます。投稿方法は YouTube コメント欄かホームからエントリー。皆様からのご投稿お待ちしております。